はい、こんばんは。ボーンですよ。彼女がね、もう帰ってきちゃったので、もう今ちょっと用事でちょっとだけ別の部屋行ってるんで、その間に、まあ、小声で、何ですか、ウィーリモコンのセッティングの紹介をやりましょう。こんな感じですね。ジェスチャー感度は8割ぐらいですか。あと、まあ僕オンにできるのは全部オンにしてます。でカーソル設定、まあ、左右回転速度ほぼマックスで、上下の回転速度は6割ぐらいですか。カーソル感度もほぼマックス、デッドゾーンは47の42、最大回転ゾーンは95、95、こんな感じですね。サイト使用時はこの一緒ぐらいですね。回転速度は、デッドゾーンは50、47、最大回転ゾーンは95、95。視点スタイルがね、多分これちょっとみんなと違うんですよね。ウィーリモコン回転左右のみ、多分皆さんこっちのウィーリモコン回転ってやつでやってると思うんですけど、僕はもうずっとこのウィーリモコン回転の左右のみでやってきてるので、これでしかできないです。こんな感じですね。まあちょっと気が向いたんで紹介してみました。お疲れー。